乾杯お願いします。頑張れ。今日3得点絶好調じゃないですか。絶好調とか皆さん絶好調とか、絶好調とか、絶好調の要因が何か。もちろん真面目に答えてます。本当にホームに帰ってきて、まあ、個人的に前半全然ダメだったんで、まあ、レアンドリーも勝つようにして走ろうと思ったので、まあ、いいパスが出してくれたレアンドリーに感謝しています。はい、そしてゲームを進めていただきましたキャプテン、ゲームキャプテン野村さんお願いします。昨日もみんなの前で話したんですけど、まあ、出れない選手のためにだったりとか、まあ、そういうのをすごい喋って、今チームの総合力というかそういうのも上がってきてると思うので、まあ、これからも変わらずもっともっともっと、選手たちの後押しお願いします。選手のためにもとか、あの出てたから頑張ろうとか、そういうのがなんか非常に試合で出てるような気がして興奮します。僕は個人的にさあ、それでは北澤選手恒例のなんですが、レアンドロ選手に怒られたんですよね。じゃあハーフタイムめっちゃ壁殴ってました。それじゃ あのレアンドロのチャンスいきます。嘘です。やっぱりマイチャントで行きますんで、準備よろしいですか皆さん。久しぶりのマイチャントお願いします。おー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 、北ズレゲーム、マイチャント、それが別にやりたいチャントだったら個人的に好きなやつでいいですか。個人的に好きなやつ、ぜひお願いします。アテテリングリラの小島明、あれ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 、小島No, no, 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 no